下町ぶっ飛びチャンネル始まるよ。ここクク井戸川にやってきたんですが、今あの橋の下一投目一瞬寝掛かりかなと思ったな。ここだよ、あそこ投げて一投目だよ、マジで。本当に一投目だよな。あ、食ってる。ほら。おお、大きい。普通にいっぱいいるやん。二頭で二本だ。しかもサイズもそこまで悪くないよ。ほら。二頭で二本目。え、バスいるぞ。ドクターちょっと悪い。はい。下町ぶっ飛びチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。バスフィッシングセブンです。今日はね、つとむ、クク井戸川、ここな。はい。クク井戸放水路は、減水始まった。もう水はない。ないです。確かにない。うん。こっちも減水してるけど、こっちは水がある。で今来たんだけど。1投目でまずバス食ったろ。1投目食いました。で GoPro もつけてなかったし油断もしてたから、まあ1本目はバラした。で2投目またすぐ食った。ここ多分めちゃくちゃいるだろうから、ちょっと一票釣れるだけ釣っていくからよ。わかりました。よし行くぞ。2投で2本だよ。ここだよ。ちなみに今日の一発目のリグはね、これシャットテール、シャットテールのガンディヘッドだな。さっきのやつじゃねえか、1回目バラしたやつ。おい、ミスターツトム、はい、やべえとこ見つけちまったな。はい、ここどれどれ、バス見してくれ。これ今俺が釣った、バスですね。このサイズ、でも25センチぐらいあるよ。20センチから25ぐらいの間ぐらいか。うん、ここね、クク井戸川、クク井戸川がの上流のこの分岐点みたいなところね、このポイント。地図見て良さそうだなと思って来たら、水は減水しちゃっててないんですけど、バスがすんげーいる。尋常じゃねえ数のバスがいる。よし、ちょっとつとむ、今日ここ調査していこうぜ。あ、ラージだな、ラージ。こうやって見るとラージ。いや、ここやべえかも。ちなみに今ついてすぐですけど、25センチぐらいのラージが1本すぐに出ました。もしかしたら40アップとかもいるかもしれない。30センチもいるかもしれないし、まあやるだけやってみようぜ。何本取れっかよ。まあ俺が目つけたのは真っ先にこの下だよ。だね、これ。
だけどそこじゃなくてもこっから対岸のシェードあんじゃん、あそこ、これで釣れるよ。あのサイズいるんだ。ほら、もう当たってる。ほら、食ってるよ、これ。ほれ。な？一頭につき一本バスが釣れる。まあ、サイズは言ったら20センチから。でも、いいバスだよ。腹がポッコリしてて。腹がポッコリしててよ。かわいいバス。俺今ちょっとデカめのワームとデカめのこのオフセットっていうのつけてるけど、これちっちゃいワームとちっちゃい針にしたらもっと釣れると思う。だってこの状態で俺も今3頭で3本釣ってるから。いや、クク井戸川バスすげえ尋常じゃねえ。もうどこでもいるでしょ。おお。はい。はい。ロブ今日1本目。ちっちゃいな。ちっちゃいけどな。バスだ。バスか。一応写真撮っとこう。どこにでもいるだろう。じゃあここ投げるだろう。ここはバス釣り初心者の人とかすげえいいかもよ。まだバス釣ったことない人とか。ほら、食った。おーおお、結構いい当たりするな。ガツンと。おおお、ナイスナイス。おお、いいじゃん。どれどれ。イエー、25ぐらい。25ねえか。これで釣れるんかい。はい、これ勤めの一本にしとく。竿を置いといたらバスに竿を引っ掛けられました。バイバイ。こういう二股に分かれたこの分岐点、一番最初に行ったところは下流なんで、ずっとあっちです。そこから地図見てくると1個目のこういう二股なんで分かりいいかと思います。ここバス半端ないいます。よし、じゃあ勤めよう。こんな入れ食いポイント見つけたことだしよ、なんか目標作ってやるべ。目標、うん、50本、うん、2人で50本で、俺が今んとこ何本だか忘れちゃったけど、つとむが3本。はい、おい、早くしろ。俺の気持ちが冷めちまうぞ。で、あとはその中でな、50本出ればよ、サイズもアップすんだろ。下手すりゃ40とかいる可能性もある。すごいよ、ここ。これでいいの？そんなアクションいらないんだよ。これでいいんだよ。これで食ってくる。動いてら食ってくる。ほら、食ってる。すごいな。アベレージはこれだな。でも、なんだあそこ、どこだっけ。ちょっと止まり、出羽公園のバスよりは全然でかいよ、アベレージ。確かに、これスーペリオだろう。スーペリオ抜けねえんだよ、針刺さると。
入れ食いっす。じゃあ行きます。投げます。これでもう釣れます。釣れるんです。もう当たってるんです。入れ食いなんです。でかいのいるのかな。当たった。やっぱり一通り付き一回当たるね。これもうライン走ってるよ俺。若干サイズアップした。ほら。でも下流の方がやっぱりちょっと大きいな。あそこ。今キワッキワ落としたべ。そこのちょっと手前。全部あの辺で食ってくる。ほらもう食ってる。あそこ深いんじゃないかな。もしかしたら。釣り堀を越えてる。ここよ、つとむもう何でも釣れるわ。つとむちょっとよ、新企画。猫じゃらしでバスは釣れるのか。ここにじゃらしがあるだろう。はい、このじゃらしを1個取ってくれ。俺はあんまり川沿いまで行くと落ちる可能性が大だから、体のバランスが悪いから。キャットテール、通称これキャットテールって言うんだよ。キャットテール、うん、このキャットテールで、俺がバスを釣るかどうかを検証していくからな。わかりました。よし、これがキャットテール。このキャットテールでバスを狙っていくからな。はい、よし。シャットテールはもう飽きたからよ。このキャットテールよ、通称じゃらし。こいつでバスは釣れるのか。一回水につけねえとよ。多分釣れるなこれ。いくぞ。さあ、キャットテール、通称猫の尻尾と言われたこの、これでバスは釣れるのか。毛虫みたいな動きするな。虫だと思ってさ、バスが食うかもしんないよ。毛虫と勘違いして。問題は飛ばねえんだよ。これでガンディを奥まで飛ばしてバスを釣れるかどうか検証だ。これツトムの魔風の影響で釣れねえんじゃねえだろうな。これ、それはないと。よし行くぞ。ガンディは金玉ガンディヘッドだ。要はガン玉をダブル。これでよし飛ぶ。このキャットテールをこれで当たったらよ、釣れたらもうバスは何だって釣れるってことだよ。じゃらしで釣れたら。お、当たってる。今一瞬当たったな。これならワームの買えない人でもよ、安心して釣りが楽しめる。おー、食った。ああ追っかけてきたよ。キャットテールに動きがあったぞ。ちょっと早巻きの方がいいかもしんね。猫じゃらしで釣ることができました。通称キャットテール。おいミスターサム。はい。ここな、俺が地図を見て気になったこのポイント。はい。ククイド川の上流。上流こんな感じだ。川幅
最高だろ。でこれを、はい、見ての通りこういう感じだ。川の Y の字になってる。うん、確かに Y の字分岐点。分岐点というかな、 Y の字になってるってことは川の流れに何がある？川の流れがあるから、流れがついて魚が固まる。じゃあじゃあ何ですか？川の流れに何があると聞いたんだ。はい、何がある？いや変化だろう。変化、そんなのも分かんねえで、お前元原から主語ってんのかって思う。どうなんですか？え、まあ一応流れ変化出ます。変化が出るだろ、はい、真っすぐより、はい、こういう風になってるところの方が変化が出るんじゃねえのか。出る。お前そんなのも知らねえで、荒川元荒川の主が言ってんのか。いやそうなんですか、ね、で見ろ、はい、これは何だ。ビク。ビクだな、はい、これを使って本当に勤めが、はい、年間5000万ブラックバスを釣ると言われているな、はい、元荒川の主マスダツトムことミスターツトム、はい、ダーマスが本当に年間5000本釣るのかどうか、はい、そこをなこのビクを使って、うん、今日は調査していく。わかりました。でただいま時刻が現在12時38分、制限時間、はい、1時間、はい、1時40分までにツトムがバスを50本、はい、バスを50本釣ることができたら、はい、元荒川の主ってな、はい、言ってることを信じてやろうじゃないかと。そういうことになりました。はい、ということでね、今日はここの九九井戸川上流、この九九井戸川上流で、マスドツトム、ダーマスが年間5000本バスを釣ると言われているな、はい、腕前をみんなに見てもらおうじゃないか、はい、そういうことで1時間勝負だ、はい、もし1時間で50本ここにな、バスを貯めることができなかったら、はい、過酷な罰ゲームが待ってますので、ダムさん、はい、その辺の覚悟はできてますか？はい、わかりました。年間5000本の元荒川主、なめんなよ。で、ワームとか針、はい、そういうのやっぱりちっちゃい方がいいだろう。うん、ちっちゃいのがいいと思う。よし、じゃあ俺のを使ってもいい？はい、よし、いいよ。よし、トム、今日は特別だ。この中にあるな、はい、ワーム、俺の好きなの選んでもいい？わかりました。これも多分釣れると思う。どれどれ、見せてみろ。これ多分これいけると思うよ。これはケイテックのマッドワーク、うん、ミニの 2.5 インチ。言ったら 2.5 インチがいいんじゃねえの？これ 2.5 とか3ぐらい。でこれも 2.5 だよ、このスイングインパクト、うん、これも多分いける。多分3インチ未満だったら多分いける。あ、これも 2.5 インチ。これシザーコムか。うん、よし、じゃあクソム、シザーコムで最初いけ。針あんのか？針はこれで大丈夫。うん、じゃあよし。でもし、はい、45分、13時45分までに50本のバスが1匹でも足りなかった時には、はい、過酷な罰ゲームが待っています。はい、よし急げ、用意スタート。はい、お前それ俺のカバンだけど何やってんの？俺のカバンから何やってんの？ガンダマ一つ。何？てめえガンダマ持ってねえのか？はい。金玉でもつけとけ。でちなみに勤め、はい、40アップのバスを釣ったことに関しては、はい、一撃ミッションクリアという。40歳釣れたらね、うん、分かりました。そういうボーナスゲームもあるから。分かりました。40アップ1本でも出たら一撃クリアミッションは。40歳釣れたらね、うん。それからお前なんだこれ、いつもションベンみたいなの持ち歩いてんのこれ。黒麦茶です。なんで黒麦茶ってお前バカにしてんの？いや、バカにしてない。あ、ミスターツトムの50匹チャレンジが開始しました。せっかくような、はい、釣れるポイント見つけたんだからよ。でもチビしか釣れねえんじゃよ、普通にやってても面白くねえ。ということで第1投目、さあ今ちともに第1投目が、それ何、ガンダムついてんの？おーおー、1投目できた。おっしゃさあ1投目で、
やっぱりここは1頭につき1本バスが釣れるってことは、はい、単純に勤む50頭投げたら50本釣れるってことだから、1頭目でねバスが釣れました。やっぱりシザーコームか。はい、はい、まず1本目ここにね50本のバスが入ったらストームが見事にミッションクリア、クリア、よし行こう。最先よくねミスターストームこと増田ストーム、エロガッパダーマスさんが一投で1本バスを仕留めました。よし、リグを見せてくれ。どんな感じのつけてくる？シザーコンブの 2.5 インチな、 2.5 のダウンショットですね、うん、短い。色はちょっと見せて。色はこういう感じの色で、よっしゃ、行くか。はい、ストーム、じゃんじゃん行くんでよろしくお願いします。くっすさあ、元荒川の主と呼ばれたこの男、1時間で50本釣ることはできるのか。当たった。さあ、当たりがってる。おお、来た。さあ、2本目だ。ミスターツトムが今2本目を上げたところで、私はねちょっと暑すぎるので、このエアコンが効いた車の中で待機させてもらいます。オス。現在時刻が、12時57分。ちょっとツトムの様子を見に行ってみましょう。よし、暑いぞーこりゃ。さあ、ツトムどうだ、何本か釣れてるのか。さっき今下に落っこっちゃって、サオリ引っ掛けて取ったんですよ。もしバスになんかあったらてめえただじゃおかねえ。おお、やっぱそのサイズか。ツトムがバスを量産をしているが、よし、よし、早く動かないとゲット。え？ゴージャップ釣れたら罰ゲームだ。逆に。おお、よし。あ、いるぞここバス、ツトム。はいはい、ほれ、こんなとこいくらでも釣れる。シザーコームで、シザーコームで、あ、これぐらいのバスを量産してるんだな。はい、向こうは浅くてダメだな。結構俺向こうまで行ったけど、あれさえ浅くなってて、バスがいねえもん、浅くて。黙々とミスターツトムがバスを釣り上げてはいるが、もう50本ぐらい釣ってるのか。わかんない、それは。まあでもサイズはそこまで悪くないんだよな。うん、ものすげえちっちゃくはねえんだよ。確かに。なんだトム、どうした？お、するね。あ、俺らも切ってる。ダブルヒット。ちょっと待って。ストムの方取ってたら、俺の方にも食ってたか。ほら、そんなにサイズも悪くねえんだよね。
ょうど同じぐらいダブルヒットです。また釣ったのか。熱っ。お、食った。また釣ったのよ。ダブルヒット、よっしゃ、イエーイ。このダブルヒットが何回あるんだい。わかんない。もう3回目ぐらいのダブルヒットだよ。すごい。そう、はい、もし50匹釣ったら何か俺にしてほしいことがあるんだって。今日竿欲しいですね。なんだよ竿って、お前。竿が。じゃあ50匹釣れなかったら罰ゲームは、はい、罰ゲームなんだけど、はい、もし50匹釣ったら、うん、お願いします。何をだよ。竿。ふざけんお前。まあいつもな、はい、罰ゲームはなちゃんと釣ればこなしてるからな。確かに。その代わりでも溜まってる罰ゲーム分はまだあるんだぞ。はい。確かに。それで俺に竿を買えっていうのかよ。はい。ふざけんお前。お願いします、それで。竿って何の竿だろう。まあハートランドかな。ハートランドってなんだよ、高いのか。まあ高いっては高いかな。じゃあいいよ、よし、じゃあ勝負するか、はい、じゃあいいよ、ツトムが、はい、本当に50匹な、1時間以内に釣ることができたら、はい、じゃあいいよ、竿買ってやるよ。その代わりお前、はい、釣れなかった時の罰ゲームお前かなり激しいぞ、いいのか。はい、よし、じゃあそれでいくか。まあ自分だけなくてボスも食らうに なったら美味しいのがいいなとは自分は思ってます。ボスに何でも食らってもういいかなと思って。あ、罰ゲームを。はい。でその代償が俺に竿を買えってことなのか。そう。ふざけんなお前。ふざけんなよツトムの野郎。50匹釣ったら俺に竿を買えときたよ。まあ釣れねえだろ。よし、じゃあツトムやってやるよ。本当に50釣ったら買ってやるよ。ああ、その代わり釣れなかった時はお前かなり激しい罰ゲームが待ってる。おわ、足元で食った。さあついに1時間が経ちました。はい、ここでバスが何匹釣れたのか、はい、数えていきたいと思います。お願いします。よし、じゃあビクの用意だ。はい、バスは50匹釣ることができたのか。うわっ、うわうわ、釣ったバスを数えていくから、はい、でなるべく暑いからバスかわいそうだから早めにこう1、2って、はい、いくよ。はい、1匹目、はい、見して。はい、1、2、ちゃんと見せろ、イカ様として見なすぞ、ちゃんと見せろ。はい、38、はい、はい、39、かわいそうだから早めにポッポッ、はい、40、41、41、はい、42、今2匹、今40、42、すごい急いでやったよ、かわいそう、43、やべえな、これ50いそうだな、44、45、46、47、ちょっと生きてるとこ見せて、こっち、はい、48、やばい、48、49、でかい、50、でかいの、でかいの、はい、50、はい、見せて。やーべえ、やられたこいつが50匹目。51、52、ちょっと待って、はい、4、はい、よ、はい、いきます、よいしょ、はい、5、はい、ただいまの結果発表、はい、54匹、54匹、1時間で54匹のラージマウスバスを釣ることが成功したということで、はい、過酷な罰ゲームをつとまん免れることができました。で
どうなるんだ、だからサブのバズゲームダブルカーだボスが俺が何をするんだサブのサブ何をするんだプレゼント企画ふざけんなもやもういいよもう勝負だからなこれは、はい、今回俺の負けということだからよ、はい、じゃあ俺が勤めにサブ1本買えばいいんだろうお前、はい、くそ1時間で54か結構釣れたなおい結構釣れましたねくそまあしょうがねえやここな地図見てよ良さそうじゃねえかって言って来たとこな、はい、ここで1時間で54匹まあちっちゃいけど一番大きいので20後半か30あるかないかぐらいのぐらいかなバスだけどな、うん、なんと1時間で54匹釣ることができましたということで、見事に俺が負けたので、はい、ダーマスさんに竿を買うということで、はい、近日中にじゃあダーマスさんの選ぶ竿を俺が買いますよ買いましたふざけんなお前カメラ止めたらぶっ殺してやるさっきストームが50匹するっていうので俺が勝負に負けたなはいで俺に竿を返って言ったらね言いましたじゃあ竿買ったぞお前このハートランドってやつお前全部で小物なの入れたら、まあ、いくらしたんだこれ5万ちょっとえ5万ちょっとふざけんなお前はいお前いろんな覚悟はしとけよお前はいで、ストームこれどうだ気に入ったのかもこれ結構気に入って出ますねこれハートランドってやつなんだろはい6102の MLFS よしちょっと開けてみろはいどんな感じなのストム、はい、俺は正直言ってこういう道具系疎いだろ、はい、あんまり詳しく分かってねえだろ、はい、でもこのハートランドってやつはこれ現行モデルだから、はい、でなんだっけこれ形は硬さはミディアムライト硬めなのか硬めですね俺が使ってるやつよりは硬いやつか一段階硬いよしじゃあこれでいいかはい